立花投手、はい、いきます。立花投手は今回の都議選の結果どうなるとお考えでしょうか。ああ、結果ね、はい、これはまあ、もうちょっと自民党が立候補者数を減らし絞ればね、相当自民党が勝てたのかなっていうのは気がするんですが、ちょっと自民党もやっぱ衆議院のことを考えて候補者数がそこまで絞ってないんですよね。だからそういう意味ではちょっと自民党は出しすぎてそこまで勝てないで、都民ファーストに関してはおそらく一桁勝てる人っていうのはもう間違いなく元々民主党の人をですね、労働組合の応援をもらっている方が勝って、純粋な希望の塾の方からは多分当選者は皆無でしょうね、ゼロだと思います。だから都民ファーストの会は実質上消滅するというか、当選してもそのまま立憲民主党と会派組むような人たちが当選すると思います。だから都民ファーストは多分とっても7から9ぐらいで、公明党さんがひょっとしたら23の安定数を割るかもしれない。それはもう確実に立憲民主党と共産党が選挙協力しているために、その辺でひょっとしたら公明さんが23議席全部勝てないっていう可能性も出てきているのかなと思いますが、僕はやっぱりそうは言っても公明さんは強いと思うんで23は行くと思います。逆に不安を煽らないと、ここで今楽勝ですっていう記事が出たら逆にまずいので、公明さんはちょっとうまくその辺はメディアコントロールしてるのかな、公明さん負けるなんてちょっと思えないんですけどね。だからそういう意味ではやっぱりちょっと立憲民主党が最終的には自民党と立憲民主党が、それぞれ議席を伸ばすというのと、まあ、共産党もそれなりに伸ばすでしょうね。都民ファーストの会の不動票がどこに行くのかってなった時に、まあ、もちろん自民には相当戻るとは思いますけどね。ただ投票率前回51だったと思うんですけど、今回は40前半、まあ、42とか3とかぐらいまで落ち込むでしょうね。そういう感じはしますね。だからまあ勝つ大党になるのは自民党、公明党で過半数、これは間違いなく取るでしょう。都民ファーストはもう第4党とかこと、立憲民主党、共産党がそこそこを取ってと、まあ国民民主とか厳しいかな。意外に令和さん取るかな、わからないな。3つ出てるんですよね。令和さんが取る可能性って結構あるような気はしますけども、ちょっとそこら辺は僕がもう一度令和さんとか人気ないですからね。田村さんは3つとも取るって言ってました。え、3つとも取るって言ってました。いや世田谷とかそういうちょっと大きいところは、ちょっとさすがに令和さんの場合は秋が来てしまってるのかなっていう気はしますけどね。ちょっとメディアの取り上げ方もなかなかないような、結構入院中テレビ見てたんで、確かに令和新選組の取り上げは一切なかったっていうことからすると、まあ山本太郎さんがずっと応援にべたり入るとかだったらちょっとまた違うかもしれないですけどね。ちょっとそういうこともなさそうですから、まああんまりこの都議選、今回の都議選は特に争点が明確にないので、その風が吹いてるところもないので、あんまりぶっちゃけ気にしてなくて、むしろその都民ファーストの会の落選する人たちの票がどれぐらい取れるのかっていうのを結構見てますけどね。だからめちゃくちゃ簡単なんですよ。7月の4日の数字がそのまま10月の衆議院選挙で相当参考で使えます。42選挙区がまあ25選挙区、衆議院25になるんで、でまあ当然大きな選挙区で出る人と小さい選挙区で出る人いるんですけど、その今回来週取る数字が大体衆議院の数字の参考に相当なるので、とするとその人たちを何人集めてくれば衆議院選挙の1議席の30万票に届くのかっていうのも大体出てきますから、僕自身はどこの党がどれぐらい取るかっていうよりも都民ファーストの公認候補の人たちがどれぐらい票、いわゆるその不動票を取る人たちですよね、労働組合とかじゃない人たち、
まあ、昨日もそれ相当調べてましたけど、例えばもう塩田区で言えば平翔平さんとかな、あのサッカーの例の長友さんの奥さんの、まあ、もともと本人も俳優さんで、日区の中央区、日区の中央区はあのエモヤンですよね、あのヌーブラヤッホーが、あの知らないでしょ、ヌーブラヤッホーの人が出てるんですよね、あのトミーファーストの会で新人で、で、まあ、他にもいろいろ調べてきました。フジテレビ、まあ、例えば僕の住んでる港区で言えばフジテレビの入江さんっていう人であったりとか、日テレの人であったりとか、渋谷区で言えばテレビ朝日のリュウメンさんかな。だから、まあ、特に本当この選挙結果でおそらく、まあ、それは皆さんしんどいですよ。渋谷で定数2でね、都民ファーストの候補者2人出るんで、片方は民主党の組織をガチガチの大津さんと劉英さんが出た時に、さあ2番に入れるかって言ったらどう考えても無理なんですよね。でもじゃあ劉英さんがあの優秀な政治家じゃないのかって言ったらそうでは全くないので、そういう人をどれだけ次の衆議院選挙でまとめることができるのか、まあ、今言うと無視一生懸命選挙してるので申し訳ないから言わないですけど、直接言ったりしませんけど、もう来週の日曜日の後、再来週の月曜日からはもうまさに優秀な人材を引っ張ってくるっていうことなんで、選挙結果についてはあんまり気にしてない、気にしてないっていうか、まあ、僕の予想通り飛びますが、ほぼその希望の塾の人たちがほぼ議員バッジが外れちゃうので、その後の彼ら彼女らの議員活動、政治活動を応援したいなと思います。はい、はい。